トルコ、ボドルム城に展示された、アンフォラアンフォラもしくはアンポラとは、陶器の器の一種で、二つの持ち手と胴体からすぼまって、長く伸びる首を有する。アンフォラは、最初、紀元前15世紀頃のレバノンから、シリアの海岸に現れて、古代世界に広まり、古代ギリシアローマにおいては、どう、オリーブオイル、ワイン、植物油、オリーブ、穀物、魚、 その他の必需品を運搬、保存するための主要な手段として用いられた。ドレッセル1バイトタイプのアンフォラ1、円2、首3、持ち手4、肩5、道6、足ア,アンフォラは、ギリシア時代から産業として生産され、地中海世界で7世紀頃まで使用された。その後、木や革の容器がアンフォラに代わって使用されたようである。海洋考古学者にとってもアンフォラは有益である。 沈没船のアンフォラからは、しばしば難破した船の時代や国籍を知ることができるのである。それらは時折、元の内容物がまだ残るほどの大変良い保存状態で発見される。そこから、古代地中海の人々の食習慣や売買システムなど、貴重な情報を得ることができるのである。アンフォラには2種類のタイプが存在する。一つは、 首と胴体とが鋭い角度で接続するネックタイプ。もう一つは首と胴体とが連続して湾曲線を描くワンピースタイプである。高機器化学様式のアッティカの大きなアンフォラ。紀元前725年紀元前700年ネックタイプのアンフォラは古代ギリシア時代の初期には一般的に用いられたが紀元前7世紀頃から徐々にワンピースタイプへと切り替わっていった。 ほとんどのアンフォーラは底部を尖った形に作ってあり、柔らかい地面に突き立てることによってまっすぐに保つことができる。アンフォーラの高さには様々な種類がある。大きなタイプで1.5メートルの高さがあるかと思えば30センチ以下のものもあり、最も小さなタイプはアンフェリスコイと呼ばれた。多くのものは45センチの高さである。いくつかの種類に重要な規格統一が見られる。 一例として、ワインのアンフォラはおよそ39リットルの容量を標準とし、ローマ帝国ではアンフォラという単位が生まれた。全体では約66種類のアンフォラが確認されている。高度な装飾が描かれたアンフォラが社会的、儀礼的目的のため数多く生産された。その図案は他の実用的な種類のものとはかなり異なる。 例えば、広い口と丸い器具を持ち、表面が艶出しされて、人物像や幾何学的文様で装飾されている、といったものである。こういったパナシナイコアンフォラは、しばしば少与の品とされた。我は、アテネよりの少与なりの名を刻まれたアンフォラが残っているが、これは、紀元前6世紀から紀元前2世紀にかけて行われた、パナシナイコフェスティバルのトロフィーである。 装飾アンフォラは、葬儀にも用いられた。主に葬儀に用いられたのは、アンフォラの一種ルートロフォロスである。アンフォラが、死者の遺界の容器として使われる一方、特大の花瓶も、墓碑として用いられた。ギリシアのアンフォラ、女神アテナが描かれている。アンフォラという言葉は、ラテン語で、ギリシア語の、ミューファイローアルファーに由来する。これは、両側に、を意味する、アンフィマイナスと、 フィリンから派生したフォリアスとが結合してできた語である。2015年リリースのユニコード8.0で絵文字が割り振られている。ありがとうございます。